小松ビルは東京都港区赤坂2丁目にある建築物である。建設機械メーカーの小松製作所が本社機能を置く。外堀通りと六本木通りが交差するため池交差点確認置し、隅切りされた五角形の敷地に立つ。中山勝美と増沢仁志が共同で設計し、白亜の大理縛りの外壁と堀の深い六角形の窓が特徴的である。 窓は3分割され、内側から見て、右側の部分のみ開閉できる。外壁の大理石は、ギリシャさんで、エントランスホールなどの内装は、パキスタン産のグリーンオニキスが使われている。地下は、商店街、1階は、リソナ銀行と小松ビル内郵便局が入る。2階は当初計画では、映画館が入る予定であったため、豪華な内装となっている。外壁は、 カーテンウォール構造ではなく体力壁であり、室内の張り丈を減少させている。屋上には春光当初より桜庭園が作られ、屋上庭園は2001年と2003年に拡張された。日本家の会により管理され、金曜の午後には一般の見学が可能な時間が設けられている。東屋には春光当初より実物の4倍のブルドーザーのオブジェがあった。 このオブジェは1991年に撤去されたが、2001年には40本の拡柱で構成されたモニュメントが設置された。本ビルの建設においては、当時の小松製作所社長の河合義成の意向が随所に取り入れられた。大理石の多様、屋上の桜の庭園やブルドーザーのオブジェも河合の発案である。エントランスホール内には河合の銅像が混流されている。 ありがとうございます。